ずホームの柏レイソルから紹介していきます。ゴールキーパーは脳震盪が明けて戦線に復帰しました松本です。関根、犬飼、古賀、ジエゴの最終ライン、中盤のセンター今日は手塚が白井とのコンビになります。マテウス・サビオ、山田が両サイド、前線は柿田と小山津の2トップです。代表帰りの細谷はベンチスタートという選択です。アウェーの岩田のラインナップです。予想ではご覧の配置になっています。ゴールキーパー川島、最終ラインは高畑、ハッサンヒル、リカルド・グラッサ、松原、中盤センターに中村俊、レオ・ゴメス、サイドに松本、上村、前線は渡辺亮、ジャーメインの2トップです。手前を狙うと枠来たか、右手のパンチングでした。松本健太です。ハッサンヒルの頭、一度中村にボールをつけ直します。これで中村が前に行きました。手前を狙ってバウンドした、コーナーキック崩れから岩田先制、渡辺早々に均衡を破れました。18位アウェーの岩田先制、セットプレーから渡辺亮です。ここで入れ替わったの大きかったと思いますね、今のところね。でキーパーとディフェンスの間に鋭いボールを入れましたよね、ここね。ここかわしてからのこのクロスの位置は高かった。そうですね、いい形収まりましたね。ジャーメインのフリックで局面が変わりました。松本雅也、ジャーメインを使ったワンタッチ、渡辺亮しのぎました。松本健太、決定機来ました。岩田、さあ渡辺亮のポストプレーから、ここでジャーメイン亮、ワンタッチ中村、持ち出して左、松原がボールを持って上がります。内側から動きをつける高畑、流れた、松本雅也がいた、中村が来た、中村が打つ、岩田前半で追加点、左から流れたクロスボール、右で作り直して、最後中盤の後ろから中村が出てきました。26分0対2、岩田2点リード。いや、落ち着いてよく決めましたね。ゴールキーパーのね、松本健とかこうね出てくるの分かってた中で、それをしっかりと見てですね、ボール浮かしましたよね。出足が速いんですよね、一つ一つね。これよくボール浮かしたと思いますね。はい、小山津が背負って縦、山田キープして反転、小山津抜けた、マイナス、垣田合わない、白井のシュート、正面でキャッチしました。しかし小山津が絡んでチャンスになりました。そうですね、山田のパスです。マテウス・サビオ引いて縦、踏み込んで垣田が打てない、左足でコースを狙いました。最後は豊島のシュートです。代表の中東遠征帰りの細谷です。本当に森保監督、さあ高畑、ジャーメインが左、ただ渡辺は倒れてますので浮き球、おお高畑の頭だ、上がったまんま左ウィング起用の高畑がヘディングで枠を捉えました。2人でやりきりましたね。はい、さあマテウス・サビオ、関根には当たらない、手塚が打ちました。おお、ちょっとコース変わったか、なんとか弾いた川島、強いシュートじゃなかったんでちょっとタイミング合わなかったですね川島がね、はい、さあ犬飼が逆サイドに散らします。この位置でサポート、マテウス・サビオ、横に細谷、止めて中、右足で狙った、ボックスの外からでしたが右足を振りました細谷、
マテウス・サビオ、ジエゴは高い位置取ってます。ポスト細谷、狭いところから浮き球、マテウス・サビオが走ってきた。川島が出ます。最後まで足を止めないファンタジスタ、マテウス・サビオの真骨頂、このランニング。頭で残した子がここで試合終了の笛が鳴りました。残留争い6ポインター、制したのはアウェーのジュビロ磐田、連敗2でストップ。これで勝ち点31。一方敗れたホーム柏レイソル、痛恨6月以来の3連敗、勝ち点は33のまま、ついにこの両者の勝ち点差は2ポイント差になりました。